ップイン月光でございます。11月5日に大統領選アメリカが行われますね。日本の衆院選以上に強く大きく暗号通貨市場に影響を及ぼすと言われております。今回の大統領選では暗号資産に対する対応も争点となっているからなんですよね。結果によってはビットコインの価格に大きな影響を与えるんではないかなというふうに私も思うんですけどね。はい、それでは今回の大統領選にどんな立場が用意されているのか、これちょっと紹介しましょう。まずはドナルド・トランプ氏です。当選がかなりね有力視されておりますね。トランプ氏はアメリカを暗号資産のリーダーにする意向を示していて、ビットコインカンファレンスなどに、出席していることも知られてますね。彼の経済政策は規制緩和やビジネスフレンドリーな政策を中心にしていて、ビットコインや他のデジタル資産への機関投資を促進する可能性があります。トランプ大統領が再度就任されるとこの辺でですねビットコインが大爆発するんじゃないかなというふうに私も思いますね。それでは対立候補ハリス氏はどうでしょうか。ハリス氏と民主党は暗号資産に対してより慎重な姿勢を示していて、消費者保護や金融の安定を重視しているということです。真っ向から対立しているわけですよね。特にバイデン政権下での規制強化の流れが続く可能性があり、暗号資産市場には一定の制約が課される可能性があるんですね。しかしハリス氏党内にはブロックチェーンの技術革新を支援する声もあるので、ハリス氏が当選した場合限定的ながらも暗号資産に対するポジティブな政策が打ち出される可能性も残っているということなんで、完全に暗くなるってことはないのかなと思いますね。皆さんご存知だと思いますけども、ビットコインというのは2009年にサトシ・ナカモトという、匿名の人物またはグループによって作成されたとされています。ビットコインは中央銀行や政府の管理を受けずにインターネットを通じて取引されるということなんで、通貨偽造の嫌疑もあるわけですよね。これによって銀行を介さずに直接送金できて、手数料もものすごく低く抑えられているということで、通貨というね国が存在する意義を奪うというふうに言われております。私たち課税される国民にとってはありがたいことではあるんですが、またビットコインはデジタルゴールドとも言われていて、インターネット上に存在する金のように資産価値があるものと言われ、どんどん値段が上がってるってことですよね。今回は以上です。